いっぱいいるの。賑やかな村ね。名物は桃とキイチゴのパイですって。私は肉がいいな。お肉ばかりじゃ体に良くないわ。何事もバランスが大事よ。キャスティはお袋みたいだな。うまそうな匂い。いらっしゃい。クロップダイルの新名物、ドゥオルドゥオルの串焼きだよ。おお、肉だ肉だ。おしっとったら。おし。毎度あり。あんなどうおばちゃん。食べ過ぎちゃダメよ。おしっと。おばちゃん、この肉、変な味がするぞ。ごめんよ、そいつはだいぶ古い肉でね。クソ肉しに構造をうんと使ってるんだよ。どうしてそこまでして古いお肉？このところ獲物が取れなくなって仕方ない。だからこの辺りで狩りをしてきたけど、こんなの初めてだよ。よし、森の様子を見てくっか。いい情緒も狩るのかい？森は村の先にある。任せとけって。無茶しちゃダメよ、おしっと。へい、おふくろ。お、シシカバの実だ。それ、美味しいの？そりゃもう、トドハハじゃ獣たちと取り合いになるよ。あ、謝ってる。おかしいわね。そんなに美味しいには手つかずで残されているなんて。うん。おや、森はやけに静かだ。マヒノも警戒してる。なんだこれ。うわ、噂がデュオルドゥオルだった。ずいぶん興奮してる。どうしたの？どうどう。いけない、我を忘れてた。デュオルドゥオル、早く溜まるか。さて、おら、一緒に来た来た。ねえ、この子、なんて言ってるの？俺はもうダメだ。嘘ついちゃダメよ。あなた、怪我してるの？待って、に、行っちゃった。置いときましょう。いいよ、どうだ。みんなひどく怯えている。それ、人間ども。獣たち、私たちがさっきの子を傷つけに来たと思って、うん、行こう、キャスティ。大丈夫、落ち着いて。さあ、うちのお袋は優しいぞ。怒らせると怖いけど。おしっと、ごめんなさい。私はただあなたの傷を、いや、傷が悪化するわ。警戒を解いてちょうだい。これでもう大丈夫。お、おいおい。この子の名前。喜んでる。脅かして悪かった。森、見たことない。なんだろう、その魔物。気になるわね。よし、気になる。まずはご飯にしましょうか。うん。めっちゃね、腹減った。そういえばここ、お肉の屋台があったわよね。なくなってる。古くなったお肉を何とかしようと苦戦してたけど。まあいいよ、あれまずかったしな。どうしとったら。そういやさ、ウリウリ君は元気かな。あの子、傷を負っていたのね。ちゃんと良くなったか確かめたいの。会いたいな、行ってみるか。
獣たちがいない。虫の音も。森が不気味。何が起きてるのかしら。慎重に進みましょう。勇ましいのね。でも無茶はいけないわ。あの影は、ここは森の奥へ向かったわ。追いかけましょう。食えねえものは辛いんだけど、キャスティを守るためならちょっと待ちなさい。守られてばかりいられない。さあ行くわよ。戻ったのかしら。元した場所に。あそこはまるで死んでいくようだった。ありがとう、おしっと。いつでも叫ぶよ。お袋が死ぬのは嫌だからね。
あなたたち、無事だったのね。森を守ってくれてありがとう。お礼ならこの子たちに言ってね。どうしたの、オーシュット。親に森のとっておきのうまいものをごちそうされてさ。じゃあお言葉に甘えようかしら。オーシュット、気のせい。